番組冒頭でもお伝えしましたが、北九州市小倉南区湯川新町で火災が起きています。現在の状況です。今村さん。はい、今湯川新町現場に来ております。我々15分ほど前着いたんですが、もうすでに火は確認できませんでした。現場となったのはですね、かなり住宅が密集している場所です。消防車が止まっていますと車の行き来など難しい場所になっております。今周りには火事を聞きつけたですね、方、多くの方が様子を伺っている状況です。はい、消防によりますと今日、午後5時40分ごろ2階建て住宅から火が出ていると消防に通報があったということです。後ろに見えています住宅です。この火事です、怪我人が2人出ているということです。50代の女性、そして80代の男性が病院に搬送されているということです。ただ意識はあるという情報が入っています。火事は午後6時40分ごろ鎮圧状態になったということです。